こんにちは。本日は意外と知らない本当の腰を使った走り方について解説をしていきます。ランナーの皆さんなら一度は聞いたことがある腰を使って走る、実践されている方も多いのではないでしょうか。ただ体の観点から見ても腰というのは結構範囲が広くて、そして捉え方も人それぞれ人様々です。そして実はこの腰で走るという意味を勘違いして捉えてしまうと、スピードは上がらないどころか怪我のリスクっていうのは格段に上がってしまうんですね。逆に腰で走るという意味を正しく理解すれば、皆様のスピードっていうのは間違いなく向上していきます。ぜひこの動画を通して正しい腰を使った走り方っていうのを理解していただければなと思います。まずそもそも腰というのは正確には腰椎と言います。腰椎というのは1番から5番まであり、1番の腰椎というのは水落ちの少し下、そして5番の腰椎というのは骨盤のちょっと上になります。まあこれは全然覚えなくていいんですけども、要はここから覚えてほしいのは、腰というのは水落ちのちょっと下から骨盤の間ぐらいですよっていうのを覚えていただければと思います。この腰で走るという走り方を言葉だけ捉えるとこういう風にも取ります。この腰を起点に腰を一気に前にグッと押し出しながら腰を反ったまま走る、もしくは腰を起点に腰をこうやってグニャ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 動かしながら走る、これを体の観点で捉えるときに正しいかどうか、これは絶対に間違いです。この腰を前に出して走るというのはつまり反り腰につながってしまいますので、腰の痛み腰痛を引き起こしやすくなります。またやってみていただければ分かると思うんですが、腰を前に出した状態、つまり反り腰のまま足を持ち上げようとしてください。やってみると反り腰じゃない状態の時よりも反り腰の方が足が上がりにくくなる、つまり股関節の機能制限をかけてしまうんですね。股関節はね、いつも動画で言ってるんですが、速く走るためには一番動かしたいところなので、反り腰になって足を持ち上げにくくなるということはスピードが絶対上がってこないということなので、全然おすすめはできません。もう一つのこうやって腰をくねくね動かしながら走るという走り方、これはねもう論外ですね。1キロで腰痛が起こります。つまり腰で走るといっても反り腰のように思い切り腰を前に押し出しながら走ったりとか、腰をくねくね動かしながら走るというこういう言葉の捉え方をしてしまうと、間違いなく走力が低下しますし怪我にもつながってしまうんですね。じゃあ腰で走るというのは間違いなのか、全然そうではないんですね。捉え方によっては絶対に腰で走るというのは正しい使い方になります。正しい腰の使い方というのは実は2つあります。1つ目は足は腰から上げる。僕も聞いたことある名言でこんなセリフがあります。足は腰からが足だと思え。これはモデルの世界なんかなとよく言われているセリフです。この根拠はどこから来ているのか、それは腸腰筋になります。腸腰筋というのは僕の動画でも同じに走るときにアクセルになっている筋肉、つまりアクセル筋になります。このアクセル筋になる腸腰筋というのは実は腰椎、先ほど言った腰椎から始まってて腰から始まっている筋肉なんです。足を前に持ち上げるときにぐーっと縮まって持ち上げてくれている腸腰筋、蹴り出すときに腸腰筋がぎゅっと伸びることによって蹴り出せる、この重要な筋肉の腸腰筋は実は腰から始まってるんですよということです。つまりは足を動かす起点になっている腸腰筋っていうのは実はこの腰から始まってるんですよっていうのが腰を使って走るというルーツになります。別の言い方をすると腰から走れというのは腸腰筋から走れと言い換えることもできます。もう一つは腰からではなくて骨盤を前に押し出しながら走るようにしましょう。骨盤というのは上半身と下半身の間についている2つをつなぐ大きな骨になります。走る時によく言われるのはこの骨盤を前に少し傾けましょう。前に少し傾けることによって上半身の重心は前に、上半身の重心が前に傾くことによって体は前に倒れて足が自然と前に出やすくなります。骨盤が前ではなくて後ろに倒れていると重心は後ろになって足が前に持ち上がりにくくなります。つまり前の推進力は出なくなってしまいますということ。つまり腰を前に出そうではなくて骨盤を前に倒そう、こう意識をすると重心が前に倒れやすくなってスピードが上がりやすくなるということです。この時にね、一つ注意してほしいのが骨盤を前に倒そうとしすぎて、中にはいらっしゃるのが腰を反りながら骨盤を倒す方、この方っていうのはね、腰が反りすぎてさっき言った股関節の動きの制限だったり腰痛を引き起こしてしまいますので、ちょっとねこの骨盤の動きは注意した方がいいと思います。まとめるとこんな感じ。腰で走ろうというのは腰を前に出して走ろうではなくて腰からついている腸腰筋をうまく使いながら走ろうということ、そして
腰ではなくて骨盤を前に倒すように走ると重心が倒れやすくなって前の推進力が出ます。ただし骨盤を前に倒そうとしすぎて腰が反るのには十分注意しましょうということです。いかがでしょう。これでね、腰を使って走るという意味が少し分かりやすくなったと思います。では今からめちゃくちゃ簡単なワンポイント、走る前に行うことで腰から走りやすくなる、つまり腸腰筋が働いて骨盤が前に出やすくなるウォーミングアップを簡単にご紹介していきます。はい、それでは始めていきましょう。まず初めにやっていただきたいのが骨盤が動くかどうか。皆さんの骨盤をこの両手で横からガシッと掴んでいただいて、骨盤を前と後ろこのようにね倒してみましょう。さあどうでしょう、皆さんの骨盤動きます？中にはね、骨盤が動かないなっていう方もねいらっしゃると思います。そういう方はね、普段から骨盤が動かせないので固まってしまってる可能性が高いんですね。皆さんの骨盤がね、もう一生動かないっていうわけじゃないので安心してくださいね。ちゃんとこうやって自分で動かす練習をすれば誰でも動くようになります。お、ちょっと動くようになってきたかも。そんな方は手を離して骨盤だけで動かしてみましょう。このウォーミングアップを行うことによって骨盤を前に倒しやすくなりますので、つまり足が前に出やすくなるということですね。ちょっとね、1回じゃわからないなという方は習慣づけて手で足をアシストをして骨盤を動かすようにしてみてください。もちろんウォーミングアップの時にもやっていただきたいですし、普段日常からやることですごく効果は上がってきます。そして2つ目は、この骨盤を前に倒した状態で腰を反らずにその場でもも上げを行います。これは骨盤を前に倒した状態で足を前に持ち上げることによって先ほど説明した超重要な腸腰筋が働きやすくなります。この時にね、足の付け根から持ち上げるイメージをすると腸腰筋の筋肉がねしっかり働きます。足の付け根がね、あ、使ってるなっていう感覚があれば OK です。これ骨盤を前に倒して行うことによってより腸腰筋の意識っていうのはしやすくなります。これをウォーミングアップの時にね、骨盤を前に倒して20回ぐらい片足やってみてください。反対のね、このようにこうすることによって骨盤を前に倒すとして、そして腸腰筋にスイッチが入りやすくなりますので、より走っている時に骨盤を前に倒す、腸腰筋を使うという意識しやすくなるんです。そして最後、余裕があったら骨盤を前に倒した状態でスクワットで上に上がる。そう、骨盤を前に倒してスクワットを行うことによって、骨盤を倒してスクワットできつい運動じゃないですか。スクワットはきついので骨盤を前に倒した状態をキープするのは体幹の力をすごく使うんですね。なので走っている時の体幹の安定、そしてこれも腸腰筋を使って曲げて骨盤を前に倒したまま立ち上がることによってお尻の筋肉もすごく働くわけなんですね。なので走る運動とスクワットっていうのは少し似ているところが多いので、骨盤を前に倒すスクワットを行うことによって少し前傾姿勢を保ちながら走るウォーミングアップができるということなんですね。これできれば骨盤を前に倒す意識をして走る前に10回ぐらい行ってみてください。もちろんね、骨盤倒し方がね、手を使わないとわからないという方は今の僕みたいに骨盤をつかみながらで構いませんので、まずは骨盤を前に倒す、前に倒した状態で足を上げる、そして最後はスクワットをして走る運動に近づけていくっていう順序でやってください。時間がない場合はね、骨盤の動きや足上げだけでもやってみてください。間違いなくね、走るスピード、走る速度っていうのは上がってきますので、ぜひね、これをね、ウォーミングアップ取り入れてみてください。はい、本日の質問はですね、平日の短時間で効率のいい練習法を教えてくださいですね。ありがとうございます。もう一択ですね。5キロのペース走をして最後の1キロめちゃくちゃ上げる、これです。5キロのペースはフルマラソンを走るんだったらフルマラソンのペースよりも10から15秒速いタイムで頑張って走ってください。そして最後の1キロだけめちゃくちゃ頑張って限界まで上げましょう。まあ、20秒30秒上げるぐらいの気持ちでね、やってみていただければと思います。5キロでもね、めっちゃきついです。実際僕は結構この練習でですね、走力ガンガン上がっていた印象ありますね。まあ本当に5キロのペースをするつもりないんですけれども、だいたい家からちょっとちょうどいい距離というのは5キロなんですね。往復5キロなんで 2.5 キロの距離がちょうどいいんですね。そこから行って帰ったら5キロなんですけども、初めはね、5キロ走るつもりがなんかペースが上がってきて最後1キロめっちゃ速くなるみたいな、結局それがね、あのペース走みたいになってますので、時間がない時はね、5キロのペース走はかなりおすすめですね。
他にももっとスピードに特化したいのであれば 200m を10本だったり 400m を5本や10本だったりとか、短い距離でも心拍数を追い込むことによってすごく効率のいい練習ができますので、まあ、その代わりねちょっとしんどいんですけどね、まあ、短時間で追い込むということはそんなに短時間にね心拍数を上げて強度高い練習をするということなので、短時間で追い込む場合はめちゃくちゃ心拍数を頑張って上げてください。 5km のペースは最後の 1km を上げてください。あと一つコメントでですね、時々声がそのまま東さんと被るっていう声が、お声があったんですけども、どうなんですか、そのまま東さんの声僕あんまりわからないんですけども、どうでしょう皆さん、僕の声そのまま東さんと被りますか。被るっていう方はぜひねコメントお願いします。被らないっていう方もコメントよろしくお願いします。皆様のコメントね、いつも本当に楽しく読ませていただいています。全ての質問ね目を通してできるだけ皆様の声にお声したいなという気持ちありますので、ぜひね、コメント欄に質問たくさん放り込んでいただければと思います。よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画良かったよという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソン拡散していただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。